こんにちは、小笠原です。今回は語呂で追い込む有機化学ということで、有機化学に関わる語呂の方をいくつか紹介していきたいと思います。まずはですね、挿し木の炭化水素、いわゆるアルカン、アルケン、アルキン、3つ出てきました。炭結合のみで CC 二重結合と三重結合とないのがアルカン、 CC 二重結合が1つ入るとアルケン、 CC 三重結合が1つ入るとアルキンと言いました。なんかやっていくとですね、どっちがアルケンでどっちがアルキンだったか、ちょっとこの辺が迷う時があるので、こんな覚え方をしています。覚え方はアルカン、ケンキンの順番ですね。アルカン、アルケン、アルキンの順番をアルカン、ケンキンと覚えます。はい、続きましてはアルカンの酵素異性体の数です。これは酵素異性ですので、光学性体は含めない数になります。簡単な方からいきますと、C4H10 が2個あって、C5H12 が3個あって、C6H14 が5個あって、C7H16 が9個あります。C7H16 だと結構たくさんあるんですね。C7H16 ちょっと書き出してみましたけれども、まっすぐ 6+1、6+1 ですね。で、5+2、5+2がこういうパターンがあります。いっぱいパターンがあります。で、4+1+1のパターンがあります。で、実はこいつに光学生体があるので、そこまで含めると10種類になるんですけど、ここでは光学生体を含めない数の方を覚えておきます。その覚え方は2、3、5、9なので2、3、5、くんと覚えます。次はエステル化のところなんですけれども、例えば酢酸とエタノールから酢酸エチルができるところですね。水の取れ方が2パターンあります。どっちでも結果は同じになるんですけれども、実際どうなっているかと言いますと、こちらの O と H とこのアルコールの H から取れて水が取れて、これが水になっています。で、このことをエステル化酸の方から OH、 エステル化酸の方から OH。 で、これ単独だとわからないんですけど、片方のところを放射性元素を使ったりしますと、どちらの O から来ているのかが分かったりして、そういうことが時々出題されることもあります。覚えられたら覚えておきましょうということで、エステル化酸の方から OH でした。はい、続きましてマレイン酸とフマル酸になります。COH がトランス型にあるフマル酸と COH が2つ次カルボ酸なんですけど、同じサイドにあるシス型のマレイン酸と、名前も全然違ってちょっと覚えにくいところなんですけど、これこの語呂を使うと一発で覚えられますね。トランスがフマル酸でマレイン酸がシス型ですので、トラに踏まれてマレニシス、トラに踏まれてマレニシス、これで覚えられると思います。サイドが反対側にある方がトランスですね。サイド同じサイドにある方がシス型になります。ちなみにですけど、マレイン酸の方は COH が同じサイドにありますので、こう回転しますとこんな風になりまして、加熱してあげますと水が取れて無水マレイン酸になります。続きましてテレフタル酸、イソフタル酸、フタル酸ですね。これベンゼン管に COH が2つついてるやつで、パラの位置についているものがテレフタル酸、それからメタの位置についているものがイソフタル酸、そしてオルトの位置についているものをフタル酸と言います。こちらの方はテレフタル酸がペットボトルのポリエチレンテレフタルアートの原料として出てきます。イソフタル酸はそれほど出てこないんですけどね。でフタル酸は COH が近いサイドにありますから、加熱しますと無水フタル酸に変わります。先ほどのフマル酸とフタル酸を間違えないようにしてほしいと思います。覚え方としましては、テレとイソなので、テレして急いでフタル酸、テレして急いでフタル酸と覚えます。次は油脂の時に出てくるこの C17 で始まる代表的な高級脂肪酸の覚え方ですね。C17H35COH、C17H33、C17H31、C17H29 のステアリン酸、オレイン酸、リノール酸、リノレイン酸と、この4つがよく出てきます。で、ここは一番最初のステアリン酸というのが N に対して 2N+1 で COH なので、CC20 結合はありません。そしてオレイン酸になると CC20 結合が1つ入って、その分 H が2つ減ります。一応2つ減らします。リノール酸になると C20 結合が2箇所できて、さらに2減ります。リノレン酸になると CC20 結合が3箇所できて、さらに減ります。分子の形もだんだん曲がってきます。これをまとめて覚える覚え方ですね。覚え方はス
ステア、オレ、ノルニノレン。ここですね、ステア、オレ。リノリノだとどっちが分かんなくなるので、リを取ってノールとノレンで、ステア、オレ、ノルニノレンになります。ではステアって何者かと言いますと、ステアリングウィール。これが車のハンドルなので、車のハンドルが折れて、ノルに乗れなくなったと。そういう意味になります。続きまして、酸の強さの順番になります。酸の有利かないかの時にこの順番をよく知っておくと便利なことがあります。フェノールは炭酸で追い出されますし、多くの場合、炭酸ガスはカルボン酸など炭酸より強い酸で追い出されてきます。この順番は、スルフォン酸が強酸で、スルフォン酸、カルボン酸、炭酸、フェノールなんですけれども、こちらの方、語呂もちょっと考えたんですけれども、それ以前にですね、ここと頭文字取ってスカタンフェノール、スカタンフェノールと覚えると覚えられてしまいます。意味は何かと聞かれるとよくわからないんですけども、非常に語感がいいので、これをそのままスカタンフェノール、スカタンフェノールと覚えてください。で次はベンゼン環の速鎖の酸化の話になります。これベンゼン環の速鎖、速鎖ってこういうやつですね。サイドチェーンのことです。こういうものを適当な酸化剤で酸化しますと、C の数にかかわらず全部カルボキシリンになります。ですのでトルエンも酸化してあげると塩素鉱酸になるし、ベンジルアルコール酸化していくとベンゾアルデヒドを経て最終的には塩素鉱酸になります。で C の数が2つあってもエチルベンゼンであればここのところ即座1つですので、これが COH になって、これやっぱり塩素鉱酸になります。ですのでベンゼン環速鎖の酸化でカルボキシ基、ベンゼン環速鎖の酸化でカルボキシ基と覚えます。この2段で変えたのはですね、実はトレーンの場合、例えばカマンガン酸カリウムで酸化しますと安息鉱酸カリウムを経て、でこれを有利してあげて安息鉱酸に行きますので、ちょっと2段で書かせていただいたんですけれども、最終的には安息鉱酸に行くということになります。では次にマルコフニコフの法則、こちらの方を語呂で覚えたいと思います。これ実は内容語呂で覚えるとすごい簡単で、類は友呼ぶ H の負荷、この内容がマルコフニコフの法則になります。具体的に見てみますと、例えばプロピレンですね、プロピレンに HCl が負荷する場合、こういうふうに HX 型の分子、これは H なんとかってやつです。 HCl、HBr、硫酸は HSO3H と書くことができますので、硫酸もこのタイプになります。それから水も HOH と考えますと、この H なんとか X 型と考えることができます。これが CC 二重結合に付加する場合には、主にですけれども、主に H が多い方に、多い C の方に H が付加して、 H の原子が少ない C 原子の方に残りの X が付加すると、こういう法則になります。ここを見てみますと、この硫とも呼ぶ H の負荷で、これを見てみますと HCl でまず H が負荷する先が2箇所あります。こっちの炭素に行くか、こっちの炭素に行くか、 H は仲間を見るわけですね。こっちの炭素に行くと仲間が2人います。こちらの炭素に行くと仲間は1人しかいません。こういう場合仲間が2人行く方を選ぶんですね。ですので主にこちらの方のタイプが主になります。このニクロのプロパンが主になります。で逆も起こらなくはないんですけれども、仲間が一人の方に空いていくやつもいなくはないんですけど、こっちの方がマイナーになると、サブになります。1クロロプロパンの方がサブで、メインの方は2クロロプロパンになる。これがマルコフニコフの法則ですけれども、類は友よく H の負荷、 H は仲間が多い方に行きたがると覚えておくといいと思います。次はザイツェフの法則ですね。ザイツェフの法則っていうのはアルコールから水が取れる時の、法則なんですけれども、アルコールの脱水です。OA 結晶の結合した C 原子の両隣の C 原子のうち、ここで言うと2ブタノールで言うとこの両隣の炭素原子のうちです。H 原子の数の少ない方から H が失われた化合物が主生成物になります。ここで言いますと、こちらの H が3とついてます。こちらに、ね、2個ついてます。H が3人2人いる。そうすると群れた H は外れにくい。ここは3人組になってますね。ここ外れにくくなってますので、でもこちら側から取れる方がメインになるということで、2部点の方が主で、こちらから取れる1部点の方がサブになるという、それがザイツェフの法則なんですね。で、よく勉強されている方は気づくかもしれませんけど、2部点と言いましても実は、これだと今こう書いたんですが、シスト酸素があります。
でこれはどっちがメインになるかというと、ちょっとこれは別な理由なんですけど、これはトランス型の方がメインになりますので、この脱水ではですね、メインとしましてはトランス二部点が主になるということです。でここで二部点の方が一部点より優先して起こるという方がザイツェフの法則になって、覚え方としましては蒸れた H は外れにくいというふうになります。これは2つつなげて覚えておくといいと思いますので、先ほどのルイはとも呼ぶ H の負荷、 H がくっつくときには仲間が多い方に行く、一回仲間が3人組ができてしまうと、今度はそこは外れにくくなるということで、ルイはとも呼ぶ H の負荷、そして蒸れた H は外れにくい、2つセットでぜひ覚えてみてください。